創世紀二十九章ラケルとの出会いヤコブは足を伸ばして東の人々の地へと赴いた。ある時彼がふと見ると野に井戸があり、そのそばで羊が三つの群れとなって伏していた。人々はその井戸から群れに水を飲ませていたが、井戸の口には大きな石があった。 群れがすべてそこに集まると、石を井戸の口から転がして、羊に水を飲ませ、またその石を元の場所、井戸の口に戻していた。ヤコブがそこにいた人々に、皆さんはどこから来たのですかと尋ねると、彼らは、ハランからです。と答えた。そこで、ではナホルの子ラバンを知っていますかと尋ねると、彼らは、知っています。と答えた。 さらに、彼は元気でしょうかと尋ねると、彼らは、元気です。すぐに娘のラケルが羊を連れてやってきます。と答えた。そこでヤコブは言った。見てください。日はまだ高いし、家畜を集めるときでもありません。羊に水を飲ませ、それから世話をしに行かれてはどうですかすると彼らは答えた。いえ、群れがすべて集められ。 石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませるまではそうするわけにいかないのです。ヤコブがまだ彼らと話しているうちにラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊の世話をしていた。ヤコブは母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊を見るとすぐに井戸に近寄ってその口から石を転がし、 おじラバンの羊に水を飲ませた。ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブがラケルに、自分は彼女の父の親類で、リベカの息子であると告げると、彼女は走って行って父にそのことを知らせた。ラバンは、妹の子ヤコブの知らせを聞くと、彼を迎えに走って行き、彼を抱きしめて口づけした。そして彼を、 自分の家へと招き入れた。そこでヤコブがラバンに事の次第をすべて話すとラバンは言った。あなたは本当に私の骨肉だ。それでヤコブはラバンのところで一ヶ月滞在した。ヤコブの結婚ラバンはヤコブに言った。あなたは親類だからと言って ただで働くことはない。どんな報酬がいいのか言ってみなさい。ラバンには二人の娘がいて、姉の名はレア、妹の名はラケルと言った。レアは優しい目をしていたが、ラケルは姿形が美しかった。ヤコブはラケルを愛していたので、下の娘のラケルのためでしたら、私は七年あなたのところで働きます、と言った。 するとラバンは、あの娘を他の人に嫁がせるより、あなたに嫁がせる方がよい、私のところで暮らしなさい、と答えた。こうしてヤコブはラケルのために七年働いた。彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに言った。約束の気づちになりましたので、私の妻をください。 彼女のところに入りたいのです。そこでラバンは土地の人たちを皆集めて祝宴を催した。夕暮れになった時、彼は娘レアをヤコブのもとへと連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた自分の召使いジルパを娘レアの召使いとしてつけた。ところが朝になってみると、それはレアであった。 ヤコブはラバンに言った。あなたは何ということをしたのですか私があなたのところで働いたのはラケルのためではありませんかなぜ私を騙したのですかするとラバンは答えた。私たちのところでは妹を姉より先に嫁がせるようなことはしないのだ。とにかく、この週は一緒に過ごしなさい。さらにもう七年間、私のところで働くということで、 ああの娘もあなたにがせよう。ヤコブは言われたとおりにしてその週を一緒に過ごしたそこでラバンは娘のラケルを彼に妻として与えたラバンはまた自分の召使いビルハを娘のラケルに召使いとしてつけたこうしてヤコブはラケルのところにも入った彼はレアよりもラケルを愛していてさらにもう7年ラバンのところで働いた ヤコブの子供たち。主は、レアがうとんじられているのを見て、その体を開かれた。一方、ラケルは不妊であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。主は私の苦しみを帰り見てくださった。これで夫も私を愛してくれるでしょう。と言ったからである。彼女は、また身ごもって男の子を産んだ。 主は私がうとんじられていることをお聞きになり、さらにこの子を授けてくださった。と言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって、男の子を産んでいった。今度こそ、夫は私に固く結びついてくれるでしょう。私は彼に三人の男の子を産んだのですから。それで、その子をレビと名付けた。彼女はまた身ごもって、男の子を産んでいった。 今度は、私は主を褒めたたえます。それで、その子をユダと名付けた。その後、彼女は子供を産まなくなった。